そういうことで、先週はですね、さっき太田先生の話を本当に聞いていただいて、皆様ともだいぶ分かっていただいたと思うんですけども、今週はですね、はい、もう一度ちょっと突っ込みましてね、はい、先週ちょっと先生が大事なことをおっしゃって、このもう一度表を見せていただきますと ね、まあ、かなりこの要するに、はい、この落ち方ですね、うん、大阪だけ一人おってるんですよね、うん、でね、これ何かというとね、太田先生おっしゃったように行政サボってるんです。 でその証拠にね、実はこれ私も太田先生も頑張ったんですが、今いわゆる地方創生ということで、首都圏のこの会社をですね、それぞれ違う地域にですね、本社機能を移転するとかした場合、税金を低くしてあげましょうという、そういう税制考えられてるんですよね。でただその時に何を思ったのかですね、近畿圏整備法とかいう昔のですね法律を持ってきて、昔の旧この集積地域はね外すと、だから大阪とか京都は外れちゃうというね、そういう可能性があったわけです。でそこで我々がですね、随分頑張って、まあ、京都市も神戸市もこの要望しに行ったんですね。まあ今回ちょっと間に合わなかったんですが、3年後ぐらいに見直しようという方向で今調整されてるんですが、はい、何が言いたいかというと、その時にこういう大事な問題ね、特に一番その本社で言うと、もともと大阪にあった会社がみんな東京に行ってですね、そのために経済力落ちてるんですね。だから今そういう法律を整備する時に、大阪が市が一番やらなきゃならないのは、ぜひとも会社を持ってくるためにその税制ね、うん、やってくれと、うん、と言うべきなんですよ、うん、ところが大阪府も大阪市も誰一人としてね、行政マン国に要望してないんですよ、うん、でこの政治家として首長が来てないだけじゃなくて、行政マンも来てない。それ何かといえば、まさに大阪都構想にかまけてですよ、住民の生活、それからこの地域の活性化、産業の活性化を何一つやってないから、これ大切なね、この法律を作る時もですよ、全く中央に陳情ないから流れてしまったんですよ。でこういうことが本当にね、ずっとこの橋本市長が誕生してから、知事が誕生してから行われているということをね、ぜひ皆さん方していただきたいですよね。そうですね、本当にね、今中国人の旅行客の方たくさん来ておられるけれども、しかしね、文化も何もね、今補助金を潰しているんですね。で大事な大事な行政のところをね、観光振興だ、それからその本社を戻すだというね、一番大事なところをね、全部ほっとろかして、制度論だけに明け暮れてるんですよ。して制度を議論して良くなるんだったら誰だって議論しますけれども、議論するだけではダメなんだ、やっぱり中身を入れないと。中身は本社であり、文化であり、そしてね、いろいろな福祉であり、医療なんですよ。国家戦略特区も手を挙げていますけれども、本当に中身が詰まっていません。ほんで、ね、それでね、もっと言えば、その橋本さんがね、一番熱心なの大阪都構想と同時にカジノですよ。全くまたね、カジノなんかでなんで大阪がね繁栄するのかと。でこれ自民党で一応党内の手続き決まってますけどね、我々は絶対反対で通しませんけれどもね、出さしませんけれども、要するに橋本さんが言ってることというのはですよ、やってきたことは結局大阪市という大きなね行政組織を潰しちゃう。でこの大阪市の行政マンっていうのはですよ、日本一のね、知恵が詰まってる行政マンですよ。そうですよ。でそれを解体しちゃうとね、うん、仕事できなくなる。大阪のようなね、大政令市で、でいろんな予算、それからいろんな業態のこの住民のね、うん、この交渉をやってきた腕利きの行政マンがなくなっちゃうんですよ、うんうん、これをいわゆるですね、その特別区の職員にしても、うんうん、そういう仕事するとこないんですよね、うん、そうですね。私も大阪府庁にいましたけれども、大変立派でした、ね、そしてね、大阪市役所はもっともっと素晴らしい知恵の詰まった方がたくさんおられた。でそういう方の士気がね、今大変下がってるっていうのを聞くにつけ、残念な思いがしています。そうですね、やっぱり東京の対局って言っても、それ人材ですからね。人材がね、本当にこれまで一生懸命仕事をしてきた、それをね本当にぶち壊して、そしてね2局を東京の対局もないもんだと私は思ってます。そのうち先生、京都の時代が来るんじゃないか。いやいやいや、僕もね、もちろんね、京都がね、京都ですからね、都ですからね、その頑張りたいと思いますが、やっぱり昔からですね、京都に都があった時から経済力はですね、やっぱり浪速の町に集まってきててですね、はいはい、でそこに米屋敷も建って、うん、もう言えば日本全体のやっぱり経済の中心は大阪、天下の台所だったんですよ、うん、でそしてそこでさまざまな文化や芸能が生まれて、浄瑠璃やね、文楽や、こういうものを含めね、さまざまな上品な文化がたくさんあったんですよね、うん、
ところが今のね大阪というのは何かその上品な部分が消えてしまってね、うんうん、下品で猥雑でですね、そしてまあ何か受ければいいというようなね、うんうん、感じばっかりになっちゃってね、でその延長線上にその路線の象徴として橋本さんが誕生されてるなんて非常に私もね、うんうん、あの残念な気がしますよ ね、本当の大阪、はい、かつてはそんなんじゃなかったという気がするんですけどね、うん、なんかお笑い100万票とかね、うん、いやお笑いはお笑いで私は文化だと思います、うん、いいけどね、だけれどもねやっぱり本当に一方で何は金融道とかねなんかとてもとても私なんかよくわからないところがいっぱいあるんですけれどもね、そういうところがねガーッと前に出ていくとねやっぱり大阪のねイメージを損ないますし、うん、それにねやっぱ大阪って本当先生がおっしゃっていただいたように旋盤をはじめとしてねとってもね美しくて古くからある文化があって言葉だってね、そうなんですよね、京都弁に負けないはんなりとしたねとっても綺麗な言葉があるんですよ。だからそれでね言いますとね、前もちょっと話したことあるんですけど夫婦全財というね、はあ、小説がありますね、はあはあ、小田作之助か、それで映画で森重英才とね、うん、淡島千景があったのかな、うん、そのビデオを私見ましてね、うん、本当に映画なんですよ、その言葉遣い、素晴らしい、で素晴らしい街並みね、うん、でそれが今大阪になくなっちゃったと、うん、でその原因を考えた時にね、うん、その船場の話だったんですが、うん、大阪市っていうのがね本当に小さいですよね、そうです、でそこにね住んでられたお屋敷街は芦屋に行ったり美濃に行ったりあちこちね、うん、周りのところに出て行ってるんですね、はい、だから大阪が本当はすべきだったのはね、うん、そういう大きな大大阪市ですよ、うんうんうん、大大阪市にして、うん、でそこでね都市機能をねその大きく、ね、うん、この大阪のちっちゃい部分だけじゃなくて、うん、大大阪市構想をすればよかったんですね、うん、も私も本当にそう思います。私が知事の時に大阪新都構想といってやはり市を廃止して府を残すみたいなちょっと違うんですけれども、うんうん、構想を申し上げた時に当時の大阪市長さんが大大阪市構想ってのを出してこられたんですよ、うんうん、説得的だなと思いましてね、うんうん、やっぱり東京の大局を作るにはやっぱり大阪を核にした大大阪市構想というのでなければ ね、 そうですね、これはやっぱり本当に何て言うんでしょうか、その実力を広げていくという考え方はならない、うん、大阪府だとねもうボワッとしてるところにね大阪市がなくなっちゃうというだけの ね、 そうなんですね、全く真逆のものなんですよ。したがってねこの私はね今ちょっと反省してるのは大阪自民党としてどうして大大阪市構想っていうのを市議の皆さんとして出せなかったか。そうなんですね、これやっぱり出すべきだったなと。いやもうこれからでも遅くない、これだから、だからこれを一回ストップさせて、ね、本当に大都市制度としてどういう形がふさわしいのかということを先生議論していただきたいな、ね、それにつけてもねやっぱり私政令指定都市の在り方というものをね国がどう考えていくのか、うん、これ生かすのも私一つの策だと思うんですよ。これから世界でグローバルな競争が、都市間競争がものすごいことになっていく中で日本が政令指定都市を生かすべきだ、これは私はあると思う。同州制に変わる都市論ですよ、うんうんうん、だからこれをねしっかりとですね総務省をはじめとして地方創生の制度としてどういう制度がふさわしいのか、ね、ちゃんと議論すべきだと思いますね。おっしゃる通りですね。だから今太田先生おっしゃったようにもう一度やっぱりねこれ自民党が、まあ、大阪の特に自民党がね府会議員、うん、市会議員の方々が、うん、やっぱり大大阪市構想をね先生の時代にもあったということですから議論すべきだった。それからもう一つ似て非なるところがあるんですけれども、橋本さんがもともと言ってた大阪都構想もね実はある種の大大阪を作りたいということ で、 そうです、ね、大阪市だけじゃなくて周りの部分を足してそこを、まあ、特別区にしちゃうと、うん、という話でね、まだそれならねまだそれなら ね似たところはあるんですよ、うん、ただその特別区構想の場合はですね結局のところ自治権はねかなりね小さくなっちゃいますんでね、それ考えると自治ということも含めて考えると、うん、大大阪市の方がね私は実情に合ってるんじゃないかという気がしますけれどもね、うんうん、まあそういう意味ではこの間堺が一つという、うん、ことのもとに堺市が加わらなくなったという時点でね、うん、そうなんですよ、私はこの大阪都構想は頓挫をしていると頓挫してるんですよ、ね、思うんですよ。だからそこでねしっかりともうこれは百害あって一利なしのものになっちゃったからやめますと言ったら名市長だったと思う。その通りですね。しかしねそのグレーター大阪ができなくてね結局今回も昨日か26日の選挙で吹田市がね、うん、
大阪府吹田区になりたくない、うん、と言ってノーを出して、そうそう、まあ、少ない票差でしたけれども、ね、もう勝ったんですよね。側近の市長さんが負けちゃったんですよね。そう、そうね、で側近の市長で維新の会はね3位だったんですよ。次点は前市長だった。そうそう、だからねやっぱりね周りの人よく見てる。そう、だから中の大阪市民がもうちょっと考えないと本当ですよ。だから本当にね、もう、もう一度言いますよ、大阪市民に次ぐですよ。5月17日には、うん、断じてもですね、自ら首をくくるような話はね、うん、あってはならないし、うん、で我々もいろんな形を通じてですね、うん、皆さん方に支援していきたい。で自民党もですね、この問題をほったらかしするんじゃなくて、まず近畿ブロックがこれはもう反対の決議したと、うん、次は党本部がね、うん、絶対に反対の決議するように、はい、我々頑張っていきますんで、本当に最後まで諦めずに。先生一つだけ言っていい、はいはい、私大阪府知事の時に借金もちろんあったんですけど、うん、それをね増やしたって言われて、これ違いますから皆さん、うん、私は5兆円で抑えたんです、うん、抑えてできればそれを減らしていきたいと思ってたんですけれども、まあいろいろ不徳の致すところがあって3期目出られませんでした。その後できたのが橋本知事なんですけれども、うん、その後の松井知事を含めて増えてるんです、うん、今7兆円ですよ。 それでね大阪市の借金が3兆円、合計10兆円あるんです、うん、お金持ちの不交付団体の東京都と、うん、借金だらけの大阪府とでは事情が全然違うんです。 そうね、そこも大阪市民の皆様方にはよく考えていただきたいなと思います。そうね、そういうところも含めてね、これは東京の対局ということではなくて本当に百害あって一利なしの構想であるということを大阪市民の皆さんがまずしっかりと認識をしていただいて、そして5月17日に正しい選択をしていただくと、そうですね、いうことをね本当に心からお願いします。はい、ということで本当に市民の皆さん、近畿を没落させないためにもですね、うん、大阪市民の賢明なご判断をお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました先生。